青山茂春君え、自由民主党の青山茂春でございます一党派のためならずえ日本の尊厳と国益を守るためにこそ慎んで質問をいたしますえまず現下の感染症でありますがあ、私は前にこの予算委員会でも一度申しましたけれども信念を持って武漢熱と呼んでおります 日本の感染症法の一流を見ますと、例えばラッサ熱、それからエブラ出血熱、あるいはマールブルグ病という恐ろしい感染症が並んでおりますけれども、ラッサは村の名前、エブラは川の名前、そしてマールブルグはドイツの大学都市であります、いずれも偏見にまさか基づくものではなくて、病が起きた初めのところをきちんと記憶して、ちゃんと原因を探ると。 いうことに基づいておりますから私は今般の感染症についても武漢熱とあえて呼び続けておりますさてその武漢熱に日本国民も大変に苦しめられているわけでありますが政府におかれては誰しもご存知のとおり特別定額給付金で10万円を既に支給いたしました でさらに困窮世帯については、5万円も追加で支給することになったわけであります。で安倍総理の当時にも、総理は全国民と何度もおっしゃいましたし、菅総理におかれましても、例えば参議院本会議でも、全国民に支給したと、幾度か明言されました。しかし残念ながら、全国民には支給されておりません。 例えば国内にいらっしゃる方であっても、世帯ごとの申請になったために、まあ、ご家庭の事情によっては受け取っていられない方もいらっしゃいます、不詳、私の大学の教え子にも、まあ、そういうまだ若い世代、30代はじめの例えば女性にもそういうことが起きたりしているわけですけれども、今日まず問いたいのは、ですね海外にいらっしゃる同胞、腹からのことであります。外務省の仮の仮 カウントによれば、およそ140万人いらっしゃるわけですけれども、いらっしゃるとされていますが、実に受け取った方はゼロです、1円も支給されておりません。で一方で、去年の4月27日の住民基本台帳に載っている方を基準にしましたから、決して外国人に言われなき差別をするわけではなくて、でも外国の方で受け取られた方もいらっしゃいますし、 まあ仕事柄、アメリカとご縁深いですけれども、アメリカ人の中に,の中には、合衆国からも支給され、日本国からも支給された方もいらっしゃいます。まあ、それを見て、海外の同胞の中から、私のところにはもう、もうかれこれ1年近くなってくるわけですけれども、ずっと悲鳴のような声が届いております。あえて内情を少し申し上げればですね、えー、まあ1つは、 ここにいらっしゃるその議員の方々、まさしく、一党派の話ではなくて、党派を超えて理解していただきたいんですけれども、140万人のうち、選挙のための登録なさっている方が、これも外務省のカウントによれば、2万人台だということでありますから、どうしても国会議員も全般について言うと、関心がやや弱いんではないかと思います。ここういうい腹から同胞のととを考えますと 声なき声を救うのが私たちの務めだと思います。さっき申しました、ちょっと内情を申すというのは、自由民主党の中で外交を議論する場においてですね、いきなり外務省がこれ、自分的にできませんと言っているから、そうなりましたということが去年ありまして、そのときの府省、私はこの役員を、まあ、大した役員じゃないですけれども、外交副部会長の職を自ら辞めて抗議すると、これが自由民主党のやることですかというふうに申しましたら、 当時の役員の方々が理解してくださって、まあ、やり直しになったわけです。それで、えー、あえて亡き人のお,お名前を申し上げますけれども、外務省の和田幸宏総務課長、えー、この人が水眠家で非常に志を共にしてくださって、まあ、私は普段から役人とか官僚とかなるべく読まずに、行政官とお呼びしてるんですけれども、まさしく告知たる行政官の 和田総務課長が努力をされて、なぜできないかということをお互いに協議しまして、できる案をまず作ったわけです。で、それが国内においては、さっき申しました住民基本台帳が基準になってますけれども、海外いらっしゃる方、ちょっとさっき申しました外務省の140万人というのは、誠にラフなアカウントであって、本当はマイナンバーも含めてテクノロジーを活用して、もっと把握すべきです、これからの課題ですけれども、まあ、基本的には在外交換の、 数からしても、あるいは人員にしても全部把握しきれてない、だから支給できないということでした、それを逆さに考えれば、海外の方だけは手上げ方式で、なおかつ日本のパスポートは信頼性高いですから、パスポートを各国の日本の在外公館に提示していただければ本人確認できますし、総務省が国内において協力していただければ、二重取りのお防止もできるわけです。 したがって、この手分け方式によること、なおかつ国内に口座をお持ちの方、海外の駐在員の方、企業から派遣された方は、大体いい給料が国内口座に振り込まれますから、国内口座をお持ちの方が大変多いです。したがって、そういうことを基準にして、まあ、だから140万人全員ではないけれども、会より始めようで、そこから始めようと案を作って、以下、私の個人的な理解でいうと、 ここに外務大臣いらっしゃいますけれども、大臣も含めて外務省の中は通過していったと。ただし、外務省予算を使うんじゃなくて、内閣官房などに対策室を置いて、そこで予算を取るとはい,いうことで、一旦うん上がっていったわけです。ところが、官邸でストップしました。当時の官邸です。それから、現金を支給するのはだめということになったんで、じゃあ、カタログにしようと。僕はぎょっとしましたけれども、そのカタログを拝見するとですね、 え試しに作られたカタログを拝見すると、当時、足りなかったマスクはもちろんのこと、消毒液も何も、女性に必要な用品も含めて、たくさんの生活実現がありましたから、これでいこうになって、それも外務省を通過していて、官邸に行ったら、官邸に止まったんですよね。したがって、官房長官にあえてお尋ねします、どうしてこれが、この案が、両案がいけないんでしょうか。 加藤勝信内閣官官房長官すみません、ちょっと詳細な今、ご指摘ございました、すべてを承知しているわけではありませんけれども、まず特別定額給付金は、昨年、日本全国が緊急事態宣言下にあり、外出の自粛等が必要とされていた中で、人々が連帯して一致団結し、国難を克服しなければならないとの考え方で給付を行ったものであり、 当時の緊急事態宣言の対象である日本国内で生活している方々を対象とし、海外在留法人は対象とされなかったところであります。で当時、まさにコロナ禍の影響を受けている在留法人に対して支援が必要ではないか。 在留邦人に対しても現金給付を行うべきではないかといった。ご指摘先生からも頂戴をしていたということであります。ただ今申し上げた制度の基本的な考え方に加えて今委員のごしあのご質問の中にもありました。けれども、もまあ、海外に在住する方に対して、適正に給付が行うことができるかという実務的な問題もあったとでそのいうことであります。あの 今後ということも含めて申し上げれば、在留法人に対して支援を行う場合に、どのように本人確認や二重給付排除等を行うことができるかといった課題に対しては、委員ご指摘のマイナンバーの活用も含めて、関係省庁を連携して検討を進めていくべき課題の一つであるとは認識をしております。その上で、先般いただいた令和2年度第3次法制予算において、ルール、議論があったんだと思いますが、結果において、 新型コロナ感染症の感染拡大により生活に支障が出ている海外の在留邦人、日系人を支援するため、在外の日本人会、日本商工会議所、日系人団体などを通じた、感染拡大防止やコロナ禍で厳しい状況にあるビジネスの継続を目的とした事業への支援等の予算を計上し、それを予算の有効に活用して取り組んでいきたい。 を考えております、まあ、したがって、先ほどのストレートの答えではありませんけれども、そうした議論もあったんだろうと思いますが、いろいろ検討された結果において、第3次補正予算で今申し上げたような形で,です、ねえー、国会でお認めいただいたというのが今の状況であります青山茂春君。今、官房長官が非常に丁寧にお答えいただいたように、私も過去のことをほじるくりかざして言っているんではなくて、これからどうするかということだと思います。 で官房長官がおっしゃったように、91億の予算が3次補正でつきまして、説明を受けたところでは、そのうち29億は日本人学校の先生方の支援に使われると、残り62億円の中で、ワクチンの支援、あるいは PCR 検査の支援、マスク、消毒薬の支援、そういうことも盛り込まれております。その部分は私も 僭越な言い方ながら評価をしておりまして、でまず外務大臣、茂木外務大臣にお聞きしたいのは、このワクチンの支援なんですけれども、今、ざっくりとワクチン支援もありますということをお聞きしているだけなんですけれども、具体的にどのように、まあ、その国情によって違いますから、進めていかれるお考えでしょうか、お尋ねします茂木利光外務大臣。まずですね、あのまあ、昨年のコロナ禍以降ですね、 海外に在住される法人の安心・安全の確保というのは、外務省にとっても最も重要なです、ね、責務であると、そのように考えてです、ね、外務省一丸となって取り組んできました。そしてご案内のとおりななかなか出国規制等々がある中で,です、ね 結果的には、本省、在外交換一丸となって取り組みまして、101カ国、1万2000名を超えるまあ法人の皆さんの帰国というのを実現することができました。そういった中で、当時の和田総務課長ですね、本当に中心的な役割を果たしたと。 心し、えー、半ばで、50代の若さでですね、えー、請求されること、まあ、私にとっても本当にまあ残念でありますし、改めてあの心から哀悼の意を表したい、こんなふうに思っているところであります。<え>その上で、まあ、海外でのワクチン接種の話でありますけれども、今、まさに政府で、えー、関係省庁間、えー、検討を進めておりますが、 国によってはです、ね、国によっては多くの国において、内外無差別で,です、ね、ワクチンの接種ができると、また日本で認められているワクチン、こういったものの接種ができる国もあります、一方で、そういう、そうでない国も出てくると、こういう可能性もあるわけでありまして、そういった方々がなかなかです、ね、ワクチンに対するいろんな懸念等からです、ね、できれば、 安心で効果のあるワクチンを打ちたいということで、一時日本に帰国をされなりしてです、ね、ワクチンを接種すると、そのためにはおそらく空港検疫の問題とか、さまざまな問題があるわけでありまして、厚労省、さらには空港でどうするかという問題になりますと、国交省も関わってまいります。しある意味です、ね、調整をしながら え希望して、なかなかそういった国ではで、海外において受けにくいと、そういう環境にある在外の方が、一時帰国してえ接種をですね受けられると、こういうですねえ制度といいますか、環境、しっかり整えていきたいと思っております,、はい、す青山繁晴君。今、大臣におかれては、かなり踏み込んでお答えいただいたと理解してます。おっしゃるとおりで 帰国して受けていただくと、衛生環境もよく受けていただくというのは一つの案だと思います。で、気になるのはですね、その61億円の補正予算の中で、このワクチンだけじゃなくて、まあ、これ実は僕は賛成できないんですけれども、講演会とか、そういう事業まで全部盛り込まれていて、まず気になるのは、お金が足りるのかということです。で、これを政府側にこの質疑の前に問い合わせしますと、 いやもし足が出たら国会に相談してくださいということだったんですけれども、あの予備費が、ね、いや、国会に相談していただくのは誠に正しいんですけれども、私も立法府の一員ですから、ただ予備費が、一旦その全部使い道決まってたと聞いていたのが、この政府内でいろいろ聞いていると、3兆円以上まだ使い道決まってないのがあるというのは聞きました。その予予算を使ってです、ね、予備費を使使っってて備費 このワクチンを希望する人、海外の同胞に全員接種できるようにするというのはいかがでしょうかあ茂木大臣、お願いします茂木外務大臣。あの予備費についてはです、ね、おそらくその予備費の性格上、その金融性からどういうまあ人に使うかという話に私はなってくるんだと思っておりますが。 いずれにしてもです、ねえー、海外にいらっしゃる方も、えー、安心してワクチンの接種が受けられると高級、こういう環境を整える、えー、仕組みの上でも、予算の上でも、そのために政府として全力で取り組んでいきたいと思っております、はい、委員長青山茂春君。えー、そのさっきちらっと言いましたけれども、そのお62億使う,うその事業とされるものの中でですね、 講演会とかイベントもあるわけですよねそれで、在外法人、海外の同胞でも国によって暮らしぶりは様々ですけれども、生活に困窮されている方から一番声が上がっているのに、そこに講演会、イベントというのは、あまりにも僕はあ視点が違うんじゃないかと思うんですよね。で、そのことも踏まえて考えますと、もうこの件は、これが最後の質問ですけれども、えー、海外にいらっしゃる方を、あえて、 えー、分ければです、ねその、ご自分で望んで留学されている方、まあ、多くはそうだと思います、留学生は、それから海外にご自分で望んで移住された方、でこれはあの無期限のビザと、あ有限の無ビザとありますけれども、そういう方々と少しその企業の駐在員は違うのではないかと、客観的に見まして、えー、僕もかつて企業の一員でしたが、社名で行くものですよね。 それで同時に、この社名で言った駐在員の方も非常に多いわけですけれども、こういう方々については、企業ごとに申請するっていう制度を作れば、さっきあの茂木大臣もご指摘なさった、あるいは官房長官もおっしゃった問題をかなり克服できるんじゃないかと、それで実はあの海外の駐在員の方が横の連携をなさってですね、日本人らしく、提言書、立派な提言書を時間かけて作られまして、 私に届きましたから、実は外務省にもお渡しを、名前を伏せた形でお渡しをいたしました、でその提言書、随分長いもので、とても今日紹介できませんけれども、まあ、結論として、企業ごとの申請を何とか認めていただけないでしょうかと、えー、今回の支援は日系人の方も含まれていまして、これについて海外の同胞で、えー、非常に憤りを持っていらっしゃる方もいらっしゃいます、日本国籍ある人と。 日経時の中には国籍を持っていない人もいるのにということですが、しかし、まあ、あえて申せば、の日本に関わりある人を皆救いたいという姿勢自体は、僕はそれなりに意味があるとは思っているんですけれども、まず目に見えるところから、この企業から社名によって派遣された方々を、えー、企業ごとの申請、認めて救うというのはいかがでしょうか、これ、茂木大臣、お願いします。茂木外務大臣 あの一つのです、ね、私は前向きなあのご提案だと思っております、やはりあのできる限りです、ね、簡易な形であの申請ができるという形でありまして、えー、在外にいらっしゃる方、できるだけあの多くをカバーできると希望される方について,て、えー、そういう対応をしていきたい、えー、同時にです、ねえー、お一人でいらっしゃる方とか、なかなか手が届かない方もいると、えー、こういう方に対する対応というのも重要だと思っております。 あのロシアのトルストイ、まあ、長編創説のです、ね、アンナ・カレニナ、まあ、こんな言葉で始まるんですけれど、幸せな家庭は平凡でそれぞれ同じように見える、しかし困難にある家庭はそれぞれ困難であると、丁寧な対応が必要だと思います、はい、青山茂春君。トルストイを弾いていただいて、えー、ちょっと嬉しく思いましたけれども。 今、前向きに受け止めたいとおっしゃったことをまさしく前向きに受け止めまして、どうぞ具体的な検討をこれからお願いいたしたいと思います。えー、続きまして、皆さんご承知の会計法の問題であります。えー、すみません、官房長官はここまでで、もしよろしければ委員長のご参拝で。はい、はい、官房長官はご退席いただいて結構でございますえ周知のごとく、中国は会計法という,う、 まあ僕は悪法の法と呼んでますが、それを施行しまして、尖閣諸島に危機が迫った状態にあります。で、実は尖閣に危機が訪れるんじゃないかっていうのは、ずいぶん前から語られたことでありまして、そのために陸上自衛隊は、西部方面の普通科連隊が、アメリカの海兵隊と演習を始めまして、それが成果上がって、今、水陸機動団になっているわけですよね。ところが、あまあ、不詳、私の非公式な米軍との話で、 時々出てくるのが、なぜいつも島を一旦奪われてから奪還するという話な、訓練なのかと、で、一旦奪われてから奪還する作戦となると、当然犠牲も多いですし、でそもそも第二次世界大戦が終わってから、世界の常識は抑止力が一番大事ということですから、抑止力のためには島を奪われてからではなくて、島を襲われないためにどうするかっていう事前展開の問題じゃないかということを、 よく聞かれるわけです僕は答えに気するんですけれども、岸防衛大臣、これについての見解をお願いいたします岸信夫防衛大臣。はい、お答えします。委員、まあ、おっしゃるとおりですね、その脱会というのは、 最初からやっぱり守っていくという姿勢でないと、それは難しい、難しさが増してしまうということは間違いないと思います。我が国周辺の厳しい安全保障環境、こうしたことを踏まえますと、南西地域の防衛体制の強化、これは喫緊の課題であります。南西諸島へのののの陸上自自衛衛隊隊隊部配備航空体制強化を進めるとともにですね 機動展開能力の向上のために海上輸送部隊も進展をする予定でございます防衛省自衛隊としては兵装から安全保障環境に即した部隊配備を愛知を行い南西諸島における防衛体制の強化を不断に続けてまいりたいと考えておりますその上であくまで当初部に対する攻撃への対応の一般論で申し上げますと まず侵攻が予想されている地域に敵に先んじて部隊を軌道展開し、その上で展開部隊により、侵攻部隊の艦艇、航空機を排除して、海上優勢、航空優勢を確保する,とすることがです、ね、侵攻部隊の接近、上陸を阻止する上で、極めて重要であると、このように考えております。 青山茂春君今、防衛大臣から前向きのお答えいただいたんで、重ねてお聞きしますが、その前に出て展開するためには当然、基地が必要になります。で沖縄本島から魚釣島まで400キロ超えてますから、そうしますと、前方の島にやっぱ基地を作らなきゃいけないんじゃないかと思うんですが、この点はいかがでしょうか、あの住民の理解、得た上でです防衛大臣お願いします。 岸防衛大臣あの今、委員のおっしゃっている、まあ、基地を先にです、ね、建設をするということですけど、ど、まあ場所に、状況にもよると思います。いずれにしましてもその、えー、島をしっかり守るために、相手の信仰にですね、 先にじて展開をしていくということは、必要になります、そのための確実な部隊、ね、をですね、の展開については、しっかり訓練をし、対処できるような形を整えておかなければいけないと、このように考えておりますはいりま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 隊りまいりまいりまいりま 出雲加賀という護衛艦にやがて F35B を載せるということが、もう訴状に上っていますで、こういう艦隊をあ尖閣諸島の領土問題はありませんけれども、抑止力のためには、こういう艦隊をやがて展開するということはいかがでしょうか。岸防衛大臣、もう一度お願いします岸防衛大臣あの。いかなる状況において、このような艦艇、部隊を展開させるかについてはですね。 状況に応じて判断する必要がございます、まあ、一概に論,論ずることは困難でございますが、一方で、あの他方はあくまでも一般論ではございますが、防衛省自衛隊としては、我が国の防衛のために、安全保障環境に即して部隊等を配置するとともに、常時継続的な情報収集、警戒監視等により、兆候を早期に察知をし、状況に応じて部隊を軌道展開させると。 自衛隊の保有する装備能力を十分に活用してまいりたいと思います青山茂春君日本には独自のいわばシステムがありまして、まず警察が対処して、それが対処しきれなかったら、海上警備行動になり、それでもだめなら治安室となり、治安室になったら、その時は海上保安庁が防衛大臣の執行に入ると。 それでもだめなら、防衛出動ということになっているわけですけれども、こうやって指揮権が変動していくというのは、実際の運用はすごく大変だとは、誰でも想像がつくことでありまして、したがって、指揮所演習と実動演習をかみ合わせて、しかも尖閣で、これは中国を刺激するという意味じゃなくて、抑止力にするために演習というのをやるべきじゃないでしょうか。岸防衛大臣、すいません、もう一度お願いします岸防衛大臣。 の防衛省、自衛隊、兵装から武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃事態等を含めて、ですねあらゆる事態に適切に対応できるように、さまざまな一台を想定して、各種の訓練を行ういうことまた、関係機関との情報共有、連携を不断に強化してまいっております。えー、例えば、防衛省、自衛隊とはですね、 警察との連携要領についての基本協定や陸上自衛隊の師団などと、全都道府県警警察との間での現地協定などを締結をしています、これらの協定に基づいて、各都道府県警との間で、全国の各地において、頭上訓練、共同実動訓練を継続して行っています。海上自衛隊との間では 海上警備行動命令が発令された事態を想定した共同訓練を積み重ねておるところですこれらの訓練を通じて警察や海上保安庁をはじめ関係機関との連携は着実に向上していると思います引き続き訓練の目的や内容などについて海上保安庁や警察署といった関係省庁ともよく連携を え検討、調整の上ですねえ、訓練の充実にも努めてまいりたいと考えておりま青山繁春君。今の防衛大臣のお話でも、まず警察が動くわけですけれども、日本の警察敗戦後、非常に特色がありまして、すなわち国家警察がないと、で今から17年前ですけれども、私は参考人で衆議院の特別委員会で証言したときも、鳩山国夫さんあたりから、 警察庁は国家警察ではないのかという反応ありましたが、違います、それは調整機関であって、国家の直属部隊を日本警察は持っていません、で沖縄国境離島警備隊というのがです、ね、まあ、沖縄ついていない、国境離島警備隊が沖縄県警にできたんですけれども、実はこれも、国会議員の中でも長官、警察庁長官直轄じゃないかという誤解が実はあったりするんですけど、違いますよね、本部長ですよね、沖縄県警の。 でよく知られている SAT も実はバラバラなわけですね、でそうしますと、まあ、成田の空港警備とかは、事実上、国が指揮するに近い形になっていますが、せめてこの沖縄の国境離島警備隊は尖閣を意識とは言ってないけれども、意識されているわけですから、これについて、国が直接、えー、長官であるか、あるいは大臣であるか、指揮なさ,指揮なさるというのはいかがでしょうか小野木八郎国家公安委員会委員長。 今委員がおっしゃったところあの指揮命令,命令系統をです、ね、円滑に機能させるということは重要なことだと思っています。でこのような問題意識の下で、ま,あ、まずあの国境離島警備隊ですが、昨年の4月に沖縄県警察に設置された部隊であります。国家離島の警備という極めて国家的性格の強い任務に当たることを踏まえ、その部隊編成、費用負担等の面で、特別な措置を講じています。具体的には 国家公務員である警視制を隊長として、隊員についても警察庁の調整の下、全国警察から高い適性を有する警察官を選抜して、部隊に出向させているほか、通常は都道府県が負担する人件費等についても、国の予算で賄っております。で仮に不法上陸等の事案が発生した場合には、警察庁長官による指揮の下、指揮監督の下ですね、 自衛隊海上保安庁といった国の機関と緊密に連携した部隊運用が現地において行われるよう、平素より訓練等を通じて能力の向上を図っているところであります。今後とも円滑な指揮と部隊運用の在り方について、普段の検討を進めて、実践的な訓練等を通じて、能力の一層の向上に努めてまいりたいと思います青山茂春君。 えっと海上保安庁にも一つやっぱり聞くべきでありまして、海上警備行動のときはいいですけど、治安室のになったら、指揮命令系統が防衛大臣に移るわけです。このときの訓練はすべきじゃないでしょうか。大西副大臣、お願いいたします大西出央国交省副大臣。自衛隊法第80条においては、 内閣総理大臣は、防衛出動または治安出動を命じた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部または一部を、防衛大臣の統制下に入れることができるとされています。またこの場合、防衛大臣が海上保安庁長官に対して、指揮を行うとされています。なお統制下に入った海上保安庁は 海上保安庁法における任務および能力の範囲内で、非軍事的性格を保ちつつ、自衛隊の出動目的を効果的に達成するために、防衛大臣の統一的、一元的な指導の下、適切な役割分担を確保しつつ、海上における人命および財産の保護、犯罪の取締り等を実施することになります。 青山茂春君最後に、中国がウイグル人、チベット人、南モンゴル人、香港市民の方々に人権侵害を行っているのではないかという問題について、特にウイグル人に対する、えーまあ、蛮行については、最近、生の証言が非常に多いです。でこのことについて、まず茂木外務大臣に、すみません、勝手に人事発令しましたが。<laughs> 茂木外務大臣に、そのこういうウイグル人の方々、その中には日本国民もいらっしゃいます、国連で証言できる場を日本が率先して作っていただけないでしょうか、同時に国際調査団を作るという提案を国連でしていただけないでしょうか、2つ合わせて茂木大臣お聞きします茂木外務大臣。 ちょっともう少し革新的なお答えしたいんですが、前の質問だと思いますんで、はい、あので、現在、国連人権理事会では国のほか、人権,人権理事会に登録を行った NGO 等が発言をできまして、個人の資格であの発言できない仕組みとなっていますが、NGO の発言枠の中で、個人が各国の人権状況等について述べることは可能となっておりまして、実際、その、 2019年7月には、香港の民主化運動を支援する歌手、まあ、が演説を行った例などもあります。あの自分もです、ね、3 2月23日には、まあ、人権理事会において、新疆ウイグル自治区の人権状況について、深刻な懸念、表明もしたところであります。またあの 何らがの形でやっぱりです、ね、実態が明らかになっていないと十分ですね、あの地域について、もっと実態を明らかにするための取り組み、これは極めて重要だと思っております青山繁春君。えっと最後にやっぱり制裁のことを聞かなきゃいけないんですけれども、欧米諸国はまあ国ではなくて、個人の責任者に対して制裁を課したと報道はされています。日本だけ、これをするわけにもいきませんけれども、茂木大臣のお考えをお聞かせください。 茂木外務大臣我が国としてはです、ね、国際社会の普遍的な価値であります、自由、基本的人権の尊重、さらには法の支配、これが中国においても保障されなければいけない、このように今考えているところでありまして、こういった我が国の立場、中国にも直接伝えておりますし、 国際条理の場におきましてもです、ね、昨年12月にあ10月にはです、ね、国連第三委員会において、香港、ウイグルに関する共同ステートメント、アジアから唯一参加したのは我が国なんですよ、そこの中で,です、ねえー、新疆の人権状況について深刻な懸念を、まあ、表明しましたし、えー、2月23日には先ほど言いましたように、私が人権理事会の方で,です、ね、そういった発言をさせていただきました。あの アジアの国にあってもです、ね、こういう明確な姿勢を示して取り組みを行っている、この日本の取り組みについては、アメリカ、そしてまた EU 各国、私もカウンターボードでいろんなやり取りをしていますが、高く評価をされております、そしてどうやってです、ね、中国の行動を引き出していくかと、さまざまな取り組みがあると思うんですが、例えばあのサンクション。 制裁と言ってもです、ね、いろんなレベルがああるわけであります例えば北朝鮮に対するです、ね、国連安保理決議に基づくような非常に厳しいものから、もう少しレベルの低いものまであると、一方、メッセージについても、極めて強いメッセージからです、ね、非常にマイルドなメッセージまでありまして、ある意味、サンクションと言えるかどうかという、いろろな定義が決まってるわけじゃないですけど、えー 弱いサンクションと強いメッセージが重なる部分ではあるわけであります。それぞれがやっぱりです、ね、どういったことをやるのが有効なのかと、アジアにおいてやるという国が出ているということも重要なんですね。そういった意味では、米国、EU とも完全にです、ね、連携はできていると思っておりますし、G7 の中でも日本がです、ね、むしろこういった取り組みを主導している、こういう状況でありまして、今後ともしっかり対応していきたいと思っております。 青山茂春君質問終わるにあたりまして一点訂正します、えー、予備費については昨日の閣議で支出決定がされて残額が5080億円ということで野党席からもお声い,いただきましたがその5000億円をできれば海外同胞のワクチンに使っていただきたいと思いますこれで終わりますはい、ありがとうございました以上で青山茂春君の質疑は終了いたしました 次に熊谷博人君の質疑を行います。熊谷博人君